友達とキャンパスで講義を受けたり、サークルに入って新しいことにチャレンジしたり、自分にもそんな大学生活が待っていると当たり前のように思っていました。おはようございます。9回目ですね、授業を始めたいと思います。県立広島大学2年伊藤雄志さん、去年4月にコロナ禍で入学し、2回目の春を迎えました。入学してからずっとオンラインですね。ほとんど先生が一方的に説明して、それをずっと自分たちがメモしたりとか、対面に比べると面白くはないです。入学してからキャンパスに行ったのはわずか10回程度。同級生ともまだ数えるほどしか顔を合わせていません。僕の思ってた大学生っていうのが、やっぱりその先輩とかと後輩とかと話したり仲良くするっていうのがあったんですけど、友人関係も作れてないっていうのもあるので、はい、実感っていうのはないですね。全然人いないですよ。てかもう誰もいないのでちょっとびっくりですね。伊藤さんは平和公園で高校2年生からあることを続けてきました。僕はだいたいここら辺に立ってました。外国人観光客への通訳ガイドです。今までに案内した外国人は1000人以上。授業や受験勉強の合間を縫って毎週平和公園に通っていました。しかし大学生になってからはここにもあんまりガイドとして立つことはなかったので、去年は今まで必ず活動してきた原爆の日でさえも断念せざるを得ませんでした。8月6日、全世界から来られるので、やっぱりいろんな考え方を持った方がいらっしゃいます。いろんな方々と意見を交流し合うことっていうのが、僕は非常に重要っていうか一番大切なことだと思ってるので、ちょっと来られないっていうのはちょっと残念だなっていう気持ちがあります。すでに今年も縮小されることが決まっている平和記念式典、今年も活動は難しそうです。緊急事態宣言下の今、外出するのは週4回のレンタカー店でのアルバイトのみ。去年がそれずっと家にいたので、ちょっとそういう病んでしまった部分もあったので、外の空気を吸うっていう意味では結構まあ全然いいですし、やっぱりその人と関われない分、バイト先の人たちと関われるっていうのにおいては全然楽しい。夢だった留学に向けて、アルバイトで稼いだお金をコツコツと貯めている伊藤さん。インターンシップなど来年から少しずつ始まる就職活動を前に焦りを感じているといいます。在学も限りがあるので、その残りの在学期間内にその自分のやりたいことって全部できるのかっていうのがちょっと不安です。対面じゃない大学ってちょっと言ってる意味って何なんだろうっていうふうに考えてしまったりします。キャンパスライフを知らない大学生、苦悩は続きます。